長国寺長国寺は、熊本県人吉市戸手町にある、総統州の寺院。大本山里下持寺の直末寺で、人吉、熊地域の総統州、寺院十六火事の本寺。日後十三観音内九番札所。寺に伝わる幽霊の掛け軸や幽霊が現れたという、伝承のある池があり、幽霊寺の異名で知られる。創建は、大永十五年とも十七年とも言う。 HK 長り王将を、勘定解散とし、実帝長馬王将が解散。相良氏第9代相良前、続くの会期になり、相良市代々の推計を受けた。寺には、解散の実帝長馬王将が描いたとされる幽霊の掛け軸が伝わっており、これにより属に、幽霊寺と呼ばれる。次年によると、金号のある男のかけが本妻の嫉妬に悩んで見投げした後、幽霊となって、 本妻を苦しめていた。実帝長馬和尚が幽霊の醜い姿を描いた幽霊に見せると驚いた幽霊は和尚の陰導を越え欧章の陰導により成仏したという。境内にはこの幽霊が現れたという池もある。この伝説にちなみ夏には長国寺幽霊祭りが開催される。戦国時代にはこの寺の僧は思想として相良家の外交交渉の任を担った。 西南戦争の際には、田原坂で敗れた、西郷隆盛が33日間この寺に本営を置く。明治10年6月の人吉市街戦で、寺は消失。明治24年に、現在の本堂の再建がなった。境内には、人吉二番大使の日や、西郷隆盛先生の遺跡の日が経つ。要告示とする文献として、日本名冊大辞典885ページ。 熊本県の地名836ページ。校舎は、現在は英国寺と呼ぶことが多い。とする。熊本南。熊本県南関高連系事業実行委員会事務局。2020年7月7日閲覧。ありがとうございます。